新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。今日から2回に分けて定期演奏会で実施しているポップスステージを紹介したいと思います。オーケストラというとクラシックの作品ばかりと思うかもしれません。事実クラシックの作品も多数演奏しています。しかし私たちは毎年定期演奏会では必ずポップスステージを行っております。このステージでは演奏する素材、ショーの構成等も自分たちで考え、作品を移植するところから行っております。今日は第11回定期演奏会で披露した創作ミュージカル美女と野獣をハイライトでお届けします。この部分は主人公ベルと街の人たちの日常的な情景を歌っています。ベルの美しい歌声に注目です。おはよう部長さん。おはようございます。どこ行くの？音楽室よ。バイオリンを練習するの。それはもうとっても素敵なメロディーで。そうか、それはよかった。頑張りなさい。大事なひとときを迎え、次の場所は Be Our Guest です。ご存知の通りルメールたちがベルをもてなすシーンですね。とても楽しい雰囲気です。お疑いならコメンダーに聞いて、歌って踊って豪華なひととき、これ以上のものはない。ご覧ください、あなたを大事なゲスト。ワルツにシンフォニー、カナミーバーチ、どれもおしゃれで素敵なメロディー。おもてなしならお任せください。準備は完了、さあ始めましょう。ゲームに防寒期間にパーカッション、操作リズムは完璧。さあさあどうぞ見上げ。最後の場所は野獣が撃たれたシーンです。そしてエンディングに向かいます。この回はミュージカル形式で大いに盛り上がりました。いかがでしたでしょうか。クラシックだけではなく、私たちは様々なジャンルの作品に挑戦しています。次回は第12回定期演奏会でお届けしたアラジンをハイライトで紹介します。6月1日配信予定です。ぜひご覧ください。